だとか事務するときに乗っているモデルになっています。非常に柔らかくて、太い、トリップ性能重視の板になっています。見てください。まず特徴はこの柔らかさ、しっかりと風を受けるとここまでしなってくれます。さらに反発が強いので、技もしやすく軽く感じます。で、TNT の、ね、特徴としては非常に有効位置が長く設定されていることですね。有効位置が長いので板を、ね、いつもよりも短く、乗ることができますので、それだけ取り回しも楽になります。レイリアボックスでやるときは、ね、特にノーステールの引っかかりとかも気になるので、そういうのも、ね、軽減できるように設定されています。非常にワイド、太いです。太いので安定感がありますから、まあ、グラトリ、ジブやる方には非常に向いています。さらに今年から、ね、採用されました、バリオロッカー、それによってターン性能も非常に上がりました。ターン速がちっちゃくキューンキューンと曲がってくれるので、今まで、ね、この太くて、ツインの板っていうのはターンがしづらいと思われたんですけど、そんなことも一切ないような板になっています。長さも144、147、150、153、156、159とサイズバリエーションも豊富に設定されています。で、グラフィックもノーズテール逆さにしても分かりませんっていうツインなグラフィックに、裏が FTWO 仕上がっています。これかっこいいです。写真映えもしますね。はい。で、僕が乗っているのは150が、オールラウンド用で、147がジブ用と、2サイズ乗り分けていますけども、この板ね、長く乗れば、でかいキッカーでも飛べるようになりますので、全然、ジブ用、ジブ専用というわけでもないのでね、いろんな 場面で乗っていただけたらなと思います。ぜひぜひこちら TNT よろしくお願いします。タッキーでした。バイ。